アセンションできない人の特徴とは？あ、おっかないテーマだけど、喋っちゃうぞ、オーマイゴッド！スキューチャンネルご覧の皆さん、ヨッピー・タガピー、ヨシカ・タガヒロ、スピリチュアルカウンセラー、高次元調律、インテグレーション、マスター、ね。あのいつものおなじみの挨拶が終わったところでね、あの早速今日のテーマ話していっちゃおうかなと思ったんですけども、逆にねアセンションする方法から今度は逆にねアセンションできない人の特徴っていうね伝え方をしてみようかなっていう感じで今日お伝えしていこうと思います。まあ、要するに同じこと喋るんだけど、逆からただ言うだけなんですよね。ただそれだけ、何も思いつかないわ。あの進めていこうかなと思うんですけども、アセンションできない人の特徴はもう簡単に言うと、まあ、この間と同じなんですけども、恐怖に寄り添えないタイミングの人なんですよね。で、恐怖と寄り添うには、やっぱりある程度の準備が整ってないと難しいと。で、それをね、まあ強引にというか期限を決めてね、脅して、向き合わないだったら落としちゃうぞみたいなね、落としちゃうぞってなんだよ、ね、変な髪型しましたけども、二極化のねメッセージもやっぱり今、迫ってきているわけじゃないですか。期限が2020年の3月でしたっけ、で、まあ結局そのなんでアセンションをしたくないか、したいと言いながらもできないのか、統合疲れをしていってしまうのかっていうところも、まあそうなんだけど、やっぱり自我のその執着というか、私は頑張ってきたとかね、辛かったのにとかっていう気持ちを引きずったままだと思いエネルギーなわけですよね。で、全部それを見てあげる必要があって、あのそれをまあ脱ぎたくない理由は、恐怖と向き合いたくない、寄り添いたくないからだったりもするんですよ。だから恐怖が出てきた、不安が出てきたっていうのは本当におめでとうございますというね、本当にやりましたねと、祝福なわけなんですけども、それをぐっと閉じ込めたいっていうのは、やっぱりそれをこう見たくないから、いろいろと理由をつけて見たくないから、外側の誰かに何か映し出してその人を攻撃したりとかしてずっと戦い続けるわけなんですけどもね。で、まあ、その恐怖と寄り添えない理由の大きな、まあ、原因というか要因の一つとして言えるのが、やっぱり嘘の自分を続けた方が幸せになれるんじゃないかっていう風な思い込みと、あとは嘘の自分を脱ぎ捨てた時、まあ、要するにフルチンになっちゃった時、フルチンじゃねえか別にね、失礼しましたね、女性が僕見ていらっしゃるかと思うんですけども、今日もまあフルチンで下は映してないんで、まあ、別に僕の自由でお届けさせていただいてるわけですね。まあ、ハートフルオープンって意味なんですけどね、要するに嘘の自分を脱ぎ捨てて自由になってしまうのってすごい恐怖だっていうふうに思ってるんですよね。誰からも愛されなくなるんじゃないか、誰からも認めてもらえなくなるんじゃないか、誰ともつながれなくなるんじゃないか、それこそ一人ぼっちになってしまうんじゃないか、すごく孤独になるんじゃないかみたいな幻想の恐怖なんですけども、見てしまえばそれが幻だった、幻ってね、あの感じになんだ幻ってなるんですけども、何か今2回言っちゃった。で、前回の引き寄せみたいなね、あの感じで、これ面白い言い方だなと思ったんでね、ちょっと IKKO さんみたいに幻みたいなね、あの感じなんですけど、見ちゃえばそれまではもう絶対に見たくないみたいな、もう決して開けてはいけないパンドラの箱みたいなね。パンドラの箱ってちょっとかっこいいから言ってみたんだけど、どういう意味ね、ちょっと調べてみて。だからまあそんな感じですよね。だからこう自分を、例えば前者後者の後者みたいなね、血液型の4種類どころかなぜか 2種類にねカテゴっちゃうみたいな、ところでね、安心、使うのままの安心にこうしがみつこうとするのとかもそうだし、スターシードもね、前回お伝えした通り本当に素敵な反響をたくさん LINE アットでいただいてまして、
本当に面白いし勉強になったみたいなね、感じで言っていただくのはもう僕これ以上ない至福の、ね、コメントでございますので、お笑い芸人をね全然売れない芸人だったけど中途半端にやってきたけどこのアセンションを伝えるのにこう役立てられるのであればこれ幸いなわけですけど、本当にね、うん、勝てごっちゃうっていうのも結局はそこにしがみつこうとしてるっていうことだから僕はあなたの中のコリン星爆破してみたいなねことを言ったわけですけども、後からその一旦爆破して戻ってきてからやっぱりエネルギー的にそういったものは感じ取れたりとかするんで、どこどこ出身だったっていうことはあったりもしますけどもね。ただやっぱりシリウス出身だからシリウスだけかっつったら僕みたいにプレアデスもあって、アルクトゥールスの、ね、宇宙存在だったりとかもしたりとかね、いろんな転生を繰り返してるわけだからあんまりそこにとらわれる必要ないんですよね。楽しむ分にはいいんだけど、うん、でもほらそこにやっぱりとらわれちゃうっていうのは、しがみつこうとしてる何かね自我のその執着みたいなものがそこに隠されてるからそこを見抜いてってあげる。だから要するに掴めるものは何もないんですね。うちの奥さんはね昨日サンマをうまくね掴み取り、6匹してきてくれてね、うちの奥さん褒めてやってください。この可愛い写真ちょっと載せちゃう。猫がね、見てください、整列してね、すごかったもん、群がって、サンマにね。何の話してたっけ、なんだっけ、サンマ星、サンマの星を爆破しろだっけ、もうちょっと分かんなくなってきちゃったね、だんだんね。まあ、掴めるものは、サンマは掴めたけど、基本的に僕ら の心理っていうのは、目覚めていくと、掴める答えっていうのがないんですよ。ね、真理がないのが真理、答えがないのが答え。ブッダが言った通りね、それを固定した答えに執着して掴んでいくっていうのはやっぱりその恐怖を見たくないから安心安全をその束の間でいいから、感じていたいっていう自我の策略なんでね。その自我もあなたの安心安全を守ろうとしてそういう無意識の反応を起こしているから、まあ、そこをこう見抜いてって取り外していくっていう作業をすればいいだけなんですけどね。でそのためには体を緩めてで出てきた感情はハートを開いて全部抱きしめてあげてね。ね。本当に今、キンキキッズのね、全部抱きしめてをこう、バックミュージックで流したいけど、著作権の関係で、それは、自粛しておきます。ね。で、今日僕がこう歌ってもいいんだけど、なんかね、このさすがに秋葉原のね、この泊まり犬サロンで歌うっていう勇気がもう持てなくなっちゃった。やっぱり怖いから、これも自我のしがみつきですよね。止めどなく、喋ってますけども、ほとんど内容ないですね。今日1割ぐらいだと思います。まあ、ただそこは知っておくといいですよ。で、恐怖が出てきたとかっていうのもすごくいいことだし、不安が出てきたとかっていうのも、命のね、力がこう揺り戻し、甲状腺の機能っていうのはね、急な変化を拒むようにね、命の力はできてるんで、3歩進んだら2歩下がるみたいな状態がね、今サロンに来てる高次元調律をね、受けながら、自分のことを話しながら気づきをね、受け取ってる方々も同じことが起きてます。やっぱり良くなったかなと思ったらなんかまたすごく嫌なモヤモヤが出てきちゃってそれにこととらわれるみたいなのは順調バッチリね。だから瞑想の合宿に行って恐怖が出てきてもう見たくないって思ったかもしれないけどまた時間が経ったら見れるようになるから順調ね。だから自我のそういったところもちゃんとこう見てね、フラットなお前ゴッドのゼロの目でさ、うん、お前が神なんだからよね、そんな感じで、今日はアセンションできない人の特徴っていうのは、まあ、やっぱり恐怖を見れないっていうところですよね。まだその準備が整ってないっていうだけでだんだんこう準備が整ってきたら、見れる段階を迎えますから、うん、まあ、うん、でも早く目覚めちゃった方がタイミング迎えた人はいいと思いますよね。そんな感じで、結構自分のこと好きだって言ってる人の方が脱げないかもしれないですね。好きっていうのはこう自分の自己否定感を隠すために自己肯定を上乗りしているようなタイプの人ですね。そういう人はちょっと戦ってると思うんで、私が正しい、あの人は間違ってるみたいな、I'm OK でね、他人は NG みたいな感じのね、全然フラットじゃないじゃないですか、それって、うん、だからそういうやり方の人は恐怖をそこに隠して相手を攻撃して、使うのもの安心を
言おうとしている可能性もありますしね、まあそれも OK ですよ。ダメなんていうのはないんでね、全部そうやってこう行ったり来たりこうね、振り子のようにこう触れて、だん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 真ん中にこう落ち着いていくっていうものなんで、だからまあアセンションできない人の特徴っていうのはね、別に落として言ってるんじゃなくて、そういうまだ段階のタイミングの人っていう意味で伝えました。てな感じで、また次回バイバイ。言い忘れたことは何もない。バイバイ。